伸びる系の後輩品種代表的な、デンドロビウムデンドロビウムファレノプシスデンドロビウム、デンドロビウムは、ラン化石穀属の学名化な読みで、石穀属に分類される植物の総称である。日本においては、石穀など数種が知られているが、通常、デンドロビウムと呼ばれるものは、園芸種のラ卵として栽培されているものに限られる。ここではこれについて述べる。なお、石穀も、 後輩を親として使われた例がある。石穀そのものは伝統的な古典園芸植物としても利用され、これについては調整欄を参照のこと。東南アジアを中心に世界各地に広く分布している多年層。原種が1000以上あると言われ、その色や形、特徴も多岐にわたる。そのため、鉢植えで育てる愛好家も多い。デンドロビウムは、 ギリシア語のデンドロとビウムに由来し、野生では種として樹上に着生する。略語はデンである。特徴は茎が多肉の棒状になることで、そこから節ごとに数枚の葉を並べる。花は卵の花として比較的特徴の少ない形で、新弁は他の弁より丸くて大きいだけで、特に目立った特徴はない。花は茎の節、溶液から出て、 単独化、束性状、あるいは、相乗過剰なす。多くの改良品種や、交配品種があり、干渉用として出回っているものの多くは、花が茎の節ごとに短い柄の先に少数ずつつく、伸びる系、茎の先端から長い水上に過剰を伸ばす、ファレノプシス系で、この二つが、最もよく作られる。しかし、それ以外のもいくつかの系統があり、さらに多様な原種が知られる。 デンドロビウムは、その原種の形態の多様性の高さや品種数の多さから、個々の種類別よりも、系統別に考えられることが一般的である。デンドロビウム伸びるという原種と、それに近いものとの交配種などをこう呼ぶ。棒状の茎を伸ばして葉をつけ、葉を落とした茎から花を咲かせる。花は、各節からせいぜい2から3個だが、個々の花は大輪で、 茎の上半部一面に咲かせる姿は美しい。かつては、デンドロビウムといえば、これを指した。名前は、デンドロビウムファレノプシス系の略で、デンドロビウムファレノプシスという原種と、それらの金原種との交配種などからなる一群を指す。茎や葉の形は、伸びる系とさほど変わらないが、花は、茎の先端付近だけから生じ、長い花系を斜めに伸ばして、 多数の花を穂のようにつけるのが特徴。個々の花はやや花びらが開き気味に咲くこともあり、その花の様子は誇張蘭に似て見える。園芸者などでデンファレは、デンドロビウム属とファレノプシス属の後輩によって生まれたと紹介されている場合があるが、それは誤りである。デンドロビウムキンギアナムを中心とする一群。体寒性が強いが、せっこくや伸びる系と禁煙ではない。 細い茎で先端に葉が集まる。独特の用紙をしており、花は茎の先端から上に伸びる家系に多数をつける。花は少林ながら紫で美しい。育ってやすい。デンドロビウムフォルモーサム及びその近縁種からの改良品種。ごく大輪のカトレアのような花を茎の先端に少数つける。色は白系統。また、その年の葉をつけたバルブに開花する。 伸びる系、デンファレ系に遅れて人気が上がっている。花が房のように咲いて、それ全体が垂れ下がるように咲く、下水性のものがあり、それらをまとめてこう呼ぶことがある。交配品種の系統というよりは、カリスタ接続の原種をまとめて呼ぶ。それ以外に非常に多くの原種があり、蒸気のような一般に知られるデンドロビウムとは、印象が随分異なるものも多数に上る。 それらの中にも栽培されて広く親しまれているものは数多い。それらについては石黒族を参照されたい。そのようなものを親に持つ後輩品種も作られており、それらは特殊講雑系と呼ばれる。代表的なものを以下に挙げる。葉卵の繁殖は普通は株分けによるが茎や家系の節から新芽が出ることがあり、その場合はこれが成長するのを待って切り分け。 新たな株とすることができる。これを高めという。デンドロビウムにおいては細長い二セ球形の上部の節からこのような芽が出ることがあり、これが成長して新たな二セ球形に発達し、葉がついて根が出ると、これを切り分けて繁殖に利用できる。ただし、その場合、その節にあった芽は高めになってしまったことでかがが、その節から出る可能性がなくなる。したがって、 高芽が出ると繁殖はさせられるものの花が見られなくなる。この類では株分けそのものは比較的簡単なので、高芽が出ることはむしろ喜ばれず、高芽を出さないことが喜ばれる。特に伸びる系では、加賀形成器の扱いを誤ると、加賀になるべきものが高芽に変わり、干渉価値が著しく下がる。ありがとうございます。